計算のやつは実況ではないですよね。あの、記録 YouTube に上げてくるよ。そうですね、帰って YouTube に上げます。すいません。よろしくお願いします。よろしく。水も用意してないんですけど。大丈夫です。じゃあ、そろそろ始めましょうか。どうも。今日は3密を押されまして、緊急企画をしていただきました。6.23 勝手に宇都宮宣言、from 豊洲市場。よろしくお願いします。もう後ろにはですね、3密にならない程度の3密な人たちが3密の人たちがたくさん押し寄せておりますけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ここはですね、まばしピースホール、はい、南区高円寺から始めたいと思います。はい、じゃあお三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日は一番最初に主催じゃないですけど、はい、呼びかけていただきました佐久間さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新婦人と本部の会長の佐久間中です。偉い人だ。微妙に偉い人だ。偉い人だ。よろしくお願いします。お、杉並担当なんでまた来ます。はい、よろしくお願いします。じゃあどうぞ。ん司会自己紹介。自己紹介。あ、自己紹介。あ、あるか、やっぱ公式のあれだろうな。あと東京地方、いろいろはないけど、いろいろ、全労連全国一般東京地方、東京中央市場労働組合の、執行委員長の中澤です。いらっしゃいましたね。いらっしゃいました。はい。いや、そもそも2年ぶり、そう待ってましたよ。そう。顔見たいって。え、顔が見たい。大丈夫か、この辺ある程度離れてます。ある程度離れてますからね。うん、撮りますか。いい、撮りましょうか。はい、まあこんぐらいになる、ね。あ、お兄さんぐらいです。つけとけ。2年半ぐらい前か。2年半前にね。原田さんと、あれどこでやるはずだったんだっけ。やっぱり杉並のね、南阿佐ヶ谷のとあるスタジオで、セッションの。都議会議員になったその暮れに、半年後ぐらいに一緒にトークセッションをしようと、年末大晦日やろうとしてた。そしたらその前日に、あ、その前日に倒れたという。ああ、全然実…あ、違う違う、もうちょっと前か、もうちょっと前に倒れて、で、私が知ったのがもうギリギリで、そう、で、そういえば連絡が来ないなと思ってたら病院に入院してたしいや、だからもう今日もね、いや、一緒にやるって言ったらなんか不吉なことが起きるんじゃないかね。すごい笑いながら言うな。いや、そうしたらなんか昨日ツイッターで、体調が悪いとか寝ますとか、なんか具合が悪いじゃない、疲れたって疲れた、危ねえなとか思った。そうだ、危ねえな。今日はちょっとね、疲れた。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よかった、うん、久しぶりに。マスクして。はい、マスクして。いろいろオーダーが、見たからもう大丈夫。いや、あれから2年半経ちまして、本当にもうね、築地市場を守れなくて本当に皆さん申し訳ないです。いやー、おい、住んでるところまで行ったんだけどね、ちょっとね、ちょっと力不足だった。いや、そういうところも振り返りながら、はい、2年半前にも振り返りながら、そうですね、行きたいなと思ってますけど、出だしは行事していくっていう、どの話からどの話から言うんですか。特にノープランノープランですか。まあでも今ですよね。今どうなってるか。結局コロナが始まって、豊洲市場がどうなってるか、豊洲市場が今どんなありさまなのか、それが聞きたい。昨日かそこから小池都知事がなんかね、ネットで配信してて、結構10分ぐらい長い、見えました。見てない。チェック甘いですね。チェックしてくださいよ。そういうのダメな2人だから。いや、もうなんかね、とにかく中澤さん今日は全部聞こうって。そうそうそう、小池さんがこのね、選挙に当たって、その質問があったら何でも答えますって言うんで、あ、はいはいはい、そう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 、はいはいはい、
はい、それ の, あの答えということで、うん、10分ぐらいの、ビデオというかな、うん、映像を公開してるんですよ、うん、で半分ぐらいはその通りなんだけども、うん、あとは言い訳ね、うんうん、で説明成り立たないですよ。あの一回延期したことについて築地にも質問が出たんだね。そうそうそう、どうなんだと。で多分ね、あの音喜多先生とか、うん、それから川松先生とか、はい、ね、ああいう人たちの、系統の人たちが多分小池をいじめてやろうというので、うん、質問を浴びせかけたんじゃないかと思うんだね。川松さんってのは自民党で、自民党ので、音喜多さんってのはもともとね、皆さんご存知のように、うん、小池知事の顧問だったんですけど飛び出して、うん、今国会議員か、国会議員、国会議員なんですよ、維新に入ってね、うん、どっちも私の友達なんですけど、あ誰とでも友達になるのが俺の欠点なのかどうなのか分からんけども、素晴らしい、うん、そして、でどんな質問、それはね、どういうこと言う、多分ね、うん、彼らの主張はどういうことかというと、2年間延期したのが間違いなんだと、そんな、まあ、延期なんかすることなかったじゃねえかと、うん、安全じゃねえかと、はい、そういう主張なんですよね、2年間延期して安全だった、うん、そうで、そういうことを主張する人が片っぽにいて、で小池さんは延期して延期したんだけど責任取らずに無理やり移転させるというね、うんうん、ことをやった人たちがいて、うん、で我々はそもそも延期はね、 あの時点で延期するのは当然ですよ。いやだって、うん、あれ延期しなかったらどうなってんですか、あのあと汚染水から何から、うん、地盤沈下から、そうそうそう、いろんな問題噴出してて、でここにね、あのデータあるんですけど、この築地市場の移転っていうのは、うん、現場でね、もう圧倒的に反対、もうみんな反対してたんですよ。ごくごく一部の人は、まあ、賛成の人はいたけども、うん、それこそ青島都政の時代から、うん、仲卸の協同組合が全組合員投票をやってね、その当時、495-376で移転を否決してるんです、うん、増田理事長の時代です、1998年、うんうん、それから石原都政になってからも、うん、移転反対の仲卸の人たちが世論調査ね、一番中でやって、移転反対が 73%、うん、賛成っていうのは 1% しかいなかったの、うんうん、でその後今度舛添さんの時代になって、うん、あそれは石原さんの時代ね、うん、舛添さんの時代になってからも今度は我々守ろう築地市場パレード実行委員会っていうのを作って、うん、それで、あ、新婦人も 入ってないですよね、はい、で、人事みたいな聞き入っちゃう、うん、それでね、アンケート取った、築地で営業したいっていうのは 86%、うん、豊洲、うん、で営業したいっていうのは 7% しかいないんですよ、最後の最後まで、うん、で、今度小池さんの時代になって今度は、日本テレビの番記者がね、うん、アンケートやったんですよ、はい、我々も協力して、うん、したら8割が一転反対なんですよ、小池さんになってから結局ね、そう、じゃあ最後まで反対じゃないですか、で築地おかみさん会が請願書面集めて7割超える移転中止求める請願書面集めてるんですよ、うんうん、結局ね、うん、だからね、そういう中で、うん、で農水省の方ももう公式にね、うん、十分な、ね、合意形成がなかったら移転なんかしちゃダメですよと、うん、東京都指導しますっていうね、いいところまで言ってたわけだから、あの延期は正しいです、うん、で本当はその上で中止もね、うん、検討すべきだったんじゃないかなというのが私たちの考え、うん、まあね、あのね、うん、割とクロートの話だと思って、うん、実は議会では延期したのは間違いだったっていう論陣を張る人たちが少なからずいらっしゃるんですよ、うん、都議会では、自民党とか自民党だったり、それはもう公明党さんだって、公明党だって、うん、どこも延期なんかする必要なかったんだっていう立場だよね、うん、そう、そうだったね、うん、で無意な時間を過ごしたみたいなことを言うんだけど、うんうんうん、あれ延期しないで後からいろんなものが全部紛失したら、うん、っていうか、うん、安全は
確認されてないんですよ実はね。結局ねそれをあのまた大きな声で言うと、うん、あいつら営業妨害してるみたいな言われるからそれ言われるからそれはあんまり大きな声でね、まあ、うん、もちろん明日人がね、亡くなるとかさそういうことはないですよ、うんうん、それだから直ちに影響があるようなことはないけども、うん、ただ日本のね環境行政の考え方から言えば、うんうん、爆弾を抱えながらみんな我慢してやってるっていうのがそれは事実、それは事実です。まあそれはそうですよね、うん、いやなんか心配なのが、うん、あごめんね原田さん、コロナじゃん、うん、だから前はこう開放的な築地だったでしょ、うん、それが密閉空間じゃん、それがなんか裏ね、まだね売り場のところはね天井高くて、うん、まあ、風の通りは悪いけども、うん、それなりにこう密にならないような感じなんだけど、はいはいはい、問題は事務所、事務所、うん、うちの労働組合の事務所とかね、うん、だいたいここと同じくらいのスペースがあって、うん、窓がゼロ、窓がないんです。扉をだから開けて、うん、風が流れてくるといいなって期待するだけよで小さいなんか換気口はあるんだけども、うん、いやだからみんなその扉しょうがないから開けて、うん、もうね300メートルの長い廊下があるんですよ、はいはいはい、その事務所のね、うん、六街区って仲卸の売り場の上なんですけど、うん、300メートルの長い廊下にずらーっと事務所が並んでるの。それが全部窓がないの、うん、バカでしょあんな建物。ではね、築地は、雨ざらしなんだみたいなこと言って、うん、まあ、ちゃんと屋根はついてたんですけども、うんうん、豊洲はコールドチェーンって言って、一切その品物が運ばれてきて、出荷されるまで外気に触れないんだみたいな。嘘だけどね全くでこれが、ま、すごい一気に崩壊するんですよね、始まってみたらね。まあ、結局、まあ、本当話がバラバラしちゃいけないんだけど、コールドチェーンで、かけるか全部チェックしてよ。ね、要はこれが市場があったら、今までバスがね、簡単に言いますよ、書きますよ、バスがこうやってプープーって入ってきたら、ここの横の扉がパカッと開いたんですよ。バスじゃなくてトラックね。トラック、バス、バス、バス、トラックね。なんでバスか。トラックのこの横の扉がこうパカーッと開いたんですよね。これ上から見てるんですけど、うん、でもこれだと空気に触れちゃうからって言って、豊洲の場合はこういう扉がついてまして、ここにトラックがやってきて、ここがここにカチャッとはまって。外気に触れないっていう話になってたんです、うん、ところが豊洲ってのはものすごい膨大な量の見下ろしとかをするもんですから、うん、ここから開いてこの奥まで物を取るなんてことはできないし、うん、でターレで、はい、フォークリフトとか、うん、フォークリフトとかでこうやって持ち上げるから横開きになってくれないと困るわけですよ。そうこのお尻からじゃあターレが持っていけないと荷物を。で今じゃあどうやって解決したかっていうと、バスあトラックがこういう風に来てここでパカッと開けてターレがこうやって来てます今意味ないですよ、ね、結局あれ意味なかった、ね、意味なかった。もうここの意味がほとんどなくなっちゃうんで、いやでここもね段差があるから使わないですから、まあ、ここ段差があるから大変なんで、まあ、ごく一部冷凍の食品なんかをあんまりね温かいところさらさないでやれてるのは、まあ、事実だけど、たったそれだけのために6000億かっていうと費用対効果どうなってるのっていうね。で費用の話なんだけども、これは原田さんの方が詳しいか、はい、東京都中央卸売市場予算、はい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 、大赤字、今年度経常赤字、予算でですよ、予算の段階で
経常赤字143億円を見込んでるというダメで、マジで予算じゃないよね。だからこれ決算の時にこう143億円で済むかどうかまた上げてみないとわからないんだけども、うん、予算の段階で、ね、うん、こういや、まあ当初、うん、築地は黒字だったわけですよ毎年、うん、ところが豊洲を作ったら、うん、経常赤字が60億出ますよとか100億出ますよとか、うん、最終的に百数十億出ますよって言われてて、うん、逆にその数字に合わせた感があるから逆になんか決算でもっと出てくるんじゃないのかって、うん、決算怖いですよ、うん、でまあしかもこのコロナだしね、あだからいやコロナで助かるんじゃないですか、なんとかよく分からされる、そうそう、分からなくなっちゃうから、本当もっと膨大な赤が出てもおかしくなかったかもしれないという、うん、1年に150億近くの赤字が出るってことは10年で1500億でしょ、うん、よほどのもん作れるんじゃねえかそれっていうか築地市場戻せるんじゃねえのっていうぐらいの金額の赤字を毎月出すことを前提にやってるわけ、まあ、これおかしいですよ。いやなんで赤字になっちゃうの、え、ん、なんで赤字になっちゃうの、なんで赤字になっちゃうかっていうとですね、まあ、まず施設建設費はものすごいですし、うん、でそうすると借りるお金も高くなりますわね、うん、そうすると全部が全部借りてくれるわけでもないし、駐車場もガラガラだったりとか、もう大変な状況でいろんなところで赤が出てるんでしょ、うん、あとなんていうんだ、減価償却の分がほとんどか、でそもそもでかいんですよ、んですか、ね、とんでもない、だ6000億もかけて作っちゃったから、うん、で引っ越してみたら思ったより予算がかかるじゃないですか、うん、なんだかよく分かんないけど警備員がものすごい数いて、それが年間10億ぐらいかかるんだっけ、うん、いや警備員いないと危ないんですよ、何も考えないで作ってもうひどい設計だから、うん、いやもう危、まあ、豊洲市場がどんだけヤバいかっていうのも、うん、一応まとめて言ってもらった方がいいと思うんですけど、うん、まだコロナ後の市場がどうなってるかに話が到達してませんが、うん、まずね何が困るってね、コロナの時大丈夫だったんですか、え、築地市場ね、マジで豊洲コロナはね今のところ出てないと思う。塩はいいのかな、うんとね、いや分かんないですよ、分かんないけども、何度もね、コロナが出たっていう噂は出ました。でその都度いろいろ追いかけてみたんだけど、どうもどっかの間違いが、うん、勘違いとかね、うん、が、入ってて、うん、コロナの感染者が出たっていうのを確認したするような形にはなってないです、うん、今のところ、まあ、うん、クラスターが出ればそれすぐ分かる話ですからね、うん、もしかしたらね、仕事はね終わってからね、うん、その床の部分を全部ね、うん、消毒液撒いてるんですよ、うん、それがもしかしたらいいのかな、よかった、命を守りましたね、これコロナ、うん、コロナに関しては、うん、すごい、いやただ怖いですよ、みんなもう本当にまだ分かんないもんね、うん、で中澤さんからいただいた資料で、うん、その豊洲市場の飲食店とかがやっぱりすごい大変だっていうことで、飲食店が気の毒ですよ、だって、うん、観光客の人みんなもう入れませんって止めちゃうわけ、うんうん、今またちょっと入れてますけどね、うんうん、ずっとこだからこの3月4月、うん、4月5月か観光客全部ストップして、うん、観光客に飲食をね提供してっていうお店で、うんうん、お客さん全然来ないわけだから、前年度比マイナス 90% とかね、これはやれないですよね、うん、でもあれでしょ、開いておかなきゃいけないお店だから協力金が出ないという、うん、あ仲卸に関してはね、ね、仲卸に関しては、お店には出た、休業した時は、どうだろう、出ないんじゃないかな、いや出てないな、多分出てない、ね、協力金は出てない、ね、うん、国の方のね、うん、援助がじゃやっと届き始めたっていう感じで、うん、東京都の方は多分ないと思う、皆さん豊洲の、うん、
飲食街っていうのが、まあ、築地と全く違ってましてね、なんか階段登ったところの奥に、うんうん、あの専用のスペースがあるんですよ、うんうんうん、あの行ったことあります？皆さん。なんか デパートの飲食店街、飲食店街みたいになってて、まあ、あの月あの市場っぽさはゼロなんですけど、うん、ただあのもう寿司屋さんがいっぱいあってね、うん、ラーメン屋からカレー屋まであるんですけど、この間、行ってまいりまして、あ、観光もいいところで、本当に、いや僕がいつぐらい行ったんですか？6月になってからですから、ごく最近ね、ごく最近行ってますよ。そうしたら、うん、入ったお寿司屋さんは、うん、正面のお寿司屋さんですよ、うん、あの入り口入って、うん、いい場所なんだけど、うん、僕が入っただけです、うん、そこに板前さんが3人いて、アルバイト の, あのこんなのか、ウェイトレスというか女性あの子が、うん、2人、まあでも首切らなかっただけ偉いなと思って、うん、いやこれは悲惨な光景だなっていう、悲惨、うん、で仲卸さんなんかも、うん、おかみさんなんかおかみさん会なんかにね聞いてみると、うん、おかみさん会はねわりかし日本橋からの老舗みたいなね人たち多いんですよ、うんでね、相手にしてるのが、うん、あの超一流のお寿司屋さんとか、うんうんうん、それから、料亭とかそれがみんな店閉めてるから、そうそれこそ本当に前年度比マイナス 90%、 うん、うんなんかだからワールドビジネスサテライトとか見たら、うん、その高級魚が、うん、出せないから高級料理店に、うん、だからインターネットとかで売って、うん、結構安くして売ってみたいね、みたいなことやってたもんね、うん、で高級魚に値がつかないと、うんうんうん、大変な状況ですね。いや大変は大変です、うん、いやこういうところちゃんと守んないと文化が損なわれてしまいますよね、うん、殺しちゃうとね、一度もう一回始めるっていうのはなかなか大変ですからね、うんまあ、コロナがなくてもなかなか大変と言われていた豊洲なんですけれども、うん、豊洲開場してからっていうのも、うん、コロナになるまでもね、うん、割といろいろありましたよね、うん、そこら辺も思いの丈を、うんいやとにかくね豊洲に移ってから、事故が多いの、事故がね怖いんだよ、本当ですよね、ね亡くなった方は2人、うん、で特にね重大事故が多いのはねエレベーター、あエレベーター、うん、この上から降りてくるんですよ、うんうん、とねそこで一人の方亡くなったの、首の骨折ったのは上から降りてくるの 見えなくて突っ込んじゃった、なんかねスマホ見てたらしいんだね、いろんな連絡入るじゃないですか、はいはいはい、それでそれはいけないとは言えばその通りなんだけども、うんそれでそのちょっとミスを犯してそれがいきなり命取られるってのはまずいよな、うん、それはちょっとね、まあ、いや、うん、でもう一人亡くなった方はあれですよ、うん、ずっと中澤さんが言ってたスロープのカーブとかもうカーブがひどいと、うんうん、で仲卸は急いでんだからこんなカーブだったら事故が起きるって言ってたら起きてね、そうそうそう、後ろにまあ後ろに抜けちゃいけないっちゃそれはその通りなんだけども、うん、その通りなのだが魚買いますよね、はい、買いますね、で魚だけじゃなくて野菜もつまをね、うん、買おうとかっていうことになるじゃないですか、うんうん、で私はずっと前からその成果とね、水産があんな離れてんじゃもう市場としてダメだってずっと言ってたんだけども、うん、まさしくそのことで築地はすぐ隣ですからね、うん、事故が起きて、うん、その成果までね1キロぐらいあるんですよバカでしょ、うん、そのぐるーっと回ってその行くから、うん、でそれはとても歩いて行ける距離じゃないから、うん、あじゃあ乗せてやるよっていうことで、うん、乗せてあげたんだよ ね、うん、それでそのでもほらその慣れてればさ、うん、ここでカーブが来るとかって分かるけども、うん、
それは慣れてないから、ちょっと気を抜いた時にカーブが来ちゃって、そのもうピン、うん、ヘアピンカーブでね、それで落っこっちゃって、うん、それで亡くなったのが、ありましたね。それから亡くならなかったけど、重傷。上からそのエレベーターね、エレベーターでね、重傷になった人は何人いるんだろう。分かってるだけで、うん、4人は、うん、失明した人と、はい、いや、そういう本当にね、いやだから波 の, じあの状況じゃないんですよ、うん、そういう本当の重大事故にものすごい、うん、このたった移転してからどんぐらい経ってんだ、1年半しか経ってなくて、うん、2人死んで重大事故が何件も起きてる、うん、いや決定的に設計ミスでしょ。いや、ある人が僕はその話をどっかにしたら、うん、いやじゃあ築地のエレベーターはどうなってんだって言うから、築地にエレベーターはありませんっつって、うん、いや、あるんだよ、あるんだけど、うん、いや事故はまあ長くはなかったけども、うんうん、いや、あ、横開きとかなんかあるの？いや、上からのやつもあった、うん、ターレあったけども、あったけどもね、うん、そんな重大事故は、まあ、ほとんどは平面で行くわけでしょ、うん、ターレ、平面は中心だから、ね、フォークリフトもね、うん、でも豊洲の場合は絶対に乗らんとあかんの、そう、乗らないわけにはいかないから、うん、そしてそれか何階から何階に降りるものすごい角度の、うん、そしてカーブがある坂ね、うんうん、いやだからあれをなんでそういうものを作ってしまったのかっていうのには理由があるんですよね、うん、そんな豊洲をなぜ作ったかというと、うん、実は作るときにそもそも市場の人の話を聞いてなかったっていう、本当に考えられないよね、うん、だってすごかったですよ、設計図出せって言って、そうあの話してください、うん、そう、あ、ちなみに豊洲市場の盛り土がないっていうのを一番初めに気がついたのは俺なんだけど設計図、空間を発見したのは高野さんっていうね、建築の先生なんですけど、盛り土がほら、うん、あるとかないとかっていうのは、そう昔からの経緯知らないとさ、頭に残らない、ただ何なんだろう、変な空洞があるなっていう、森山さんとね、うん、高野さんがそれ発見して、でうちの空洞、ね、ちょっと待ってっていう、空洞って地盤面どこよ、あ、これ盛り土ないやと、で俺が気がついて、で特に連絡取り合わなかったんだけど、うん、同じことを都議団が気がついてた、うん、で何かの時に会ってね、あれ盛り土なくない、大問題じゃない、気がついたってお互い隠そうとしてたんだけど、うん、で乗り込んだら空間が広がっていたと、うん、まああれでも盛り土してたらアウトだったんだよね、うん、逆に、うんうん、あれ地下から何の話しようとしたの、危ない、なんか話がどんどんずれてたような気がする、設計に、あ、そうか全然市場の人たちが関われていなかったって言って、うん、逆に設計図出せって求めてたんだよ、そうでね、その盛り土がない設計図が初めて書かれたのが、基本設計というのがあれ2011年だ、うん、に基本設計と作られたんですよ。で基本設計っていうのができた時に見たいじゃん、こっちも、そりゃね、見せてくれって言ったら見せてくれないのよ、働くとこだもんね、でこれおかしいでしょ、だって、うんうん、市場これから新しく作ろうって言って、うん、でめちゃくちゃ反対してるわけですよ、移転なんだ、うんうんうん、どうしたらせめてそうね、コンセンサス取るために見せるでしょ、うん、設計図、うん、でいいものを作りましょうねってやるじゃない、うんうんうん、逆で、うん、もう反対してるやつらに絶対見せないぐらいの勢いで勝手に作ったんだよね、そう、見せない、それで日刊食糧新聞は開示請求かけたんですよ、うんうん、したら非開示だって、基本設計し非開示って何考えてんだと思う、皆さんのね、うん、税金というかね、まあ、市場会計かもしれないけれども、非開示でさ、もう日刊食糧新聞怒っちゃって訴訟に訴え、裁判に訴えたので、3年がかりで勝ったんだ、それまあ3年後にはもうそんないらなかったけどねそれは向こうが出したから、そうだけど、いや、そこまでして隠してたのね、え、だって公金で作っている、うん、作った公の市場の設計図を
バカ。富には見せられないと。バカじゃないか、ね。何作ってんでしょうかって。そしたら盛り土がなかったっていうね。そうそうそう。今めっちゃ頭の中おさらいおさらい。うん、うん、おさらいです。うん、あの盛り土がなかったのも結局は盛り土捨てたら地下から危ない水が上がってきて、その盛り土も汚染されて、あのもう地下ところスレスレのところまで盛り、あの上がってきちゃうと汚染水が。でだから盛り土捨てたら大変な大改修工事が待っていたかもしれないとか、もう手遅れになっていたとか、いろいろ言われてると思って、なぜああなったのかはちょっとよくわかんないよね。なんかもう時間がないからもう何でもいいやになってるんだよ最後。どうも、うん、空間作っとかないとちょっとこれ対処できないんじゃないかっていうふうに思ったんじゃないの。いや、うんうん、いやそういうのも、ね、あの、あったのね。うん、あの地下ピットがあるっていうのは俺その時ずっと前にも、うん、ちらっとは聞いてたから、なんだろうなって思ってたんだけど、うん、図面ないからね、そのまま知らずに流れてたんだけど、いや、あの結局あの地下が汚染されてるって言われてたじゃないですか。で、あの当初地下水循環システムって、まあ今でも動いてるんですけど、この地下水循環システムで10年ぐらいで地下の水はきれいになると、汚染はきれいになるって言ってたんですよね。それがあのいつの間にかそんな文言はなくなって、うん、そうそう、であのただ単に水位を下げるだけのシステムになって、うん、あの結局ね、汚染物質の問題とそれから pH 高いんだよね、あそこの地下水が、うん、だから、流すと下水道に流すと法律違反なんですよ。あそこの地下水、処理、うん、しないと下水も流せないような水なんですよ。それが湧き上がる。だから、あの音喜多さんとかがね、そうそう、飲めるとか言ってるけど飲めません。あの時結構音喜多さんとやり取りして、うん、よくあとなんか飲み水基準なのが間違いだとかね、うんうん、わけわからねえこと言ってんだけども、でそれを今回の選挙では小野さんが、あの、はいはい、小野さんがね、うん、あの即位聞かされてそうなのかって信じ込まされてるんだけど、飲み水基準ならその通りなんですよ、うん、あの環境基準が飲み水基準ならその通りなんです、うんうんうん、だって飲めないっていうことは有害だから飲めないわけでしょ、うん、そうね、じゃあ環境系で、ね、もう飲み水基準で見るのは正しいんですよ、うん、当たり前ですよ、だって有害かどうかで見るわけだから、うん、それがほら飲み水基準だから、あの基準が厳しすぎるんだと、うんうん、でも現実に豊洲市場のああいう地下水とかはもう飲み水基準どころの騒ぎじゃなくて環境基準の100倍とかね、排水することも、うんうん、あの下水道に流すこともできないような水が溜まったりね、今でもね、うん、それは現実だから、そういうのを抱えながら、安全は確保されてないんだけども、うんうんうん、それを我慢しながらやってるっていうのは、それは、いやだからいろいろ対処しないと本当に現実に問題が起きかねないっていう状況の代物ですよね、うんうん、だって、僕が都議会になって補正予算で出てきた、地下空間どうするかって言って対処しましょうっていう何十億の補正予算が出てきたんですよ、うん、そこにはあのコンクリート張りにしましょうと、まず、うんうん、あの水が湧いてくるところをコンクリート張りにしましょうって言ったのと、もう一個ね、あの巨大換気扇をつけるっていうのがついてた。いや、やってんだと思うよ。そう、あの、うん、コンクリート張りにしたら、あのもう上がってベンゼンが上がってこないだけじゃなかったんですよ。でも上がってきちゃうからって言って、うんうん、地下空間に溜まった有毒物質を外に出すための巨大換気扇がついてるんですよ、地下空間には。あれをよく江東区の人たちが許すな、許したな。いや、まあ、生活してるところへ放出しようと。いや、もちろん空気に薄まりますから、うん、大気に薄まりますから、ね、そうそう、それはね、有害になるなんてことはありませんよ、うん、けれども換気扇を回さない限り、うん、あの、そうそう、上に上がってきちゃう、うん、ダメなの、白物土地なんだっていうこと時点で風評被害と言ってらんないでしょ。まあ風評被害が起きるとしても起こすような土地にわざわざ出かけたと、数千億円もかけて、だまあそれをごまかして、これを2年前に何にもわかんない事故多発、コールドチェーンできてない、で有害物質湧いてくる、あのそれの
あの今のところコンクリートを張って大換気扇をつけたから対処したってので行けるようになったけど、うん、当時は何もしませんからね、うん、そこに移った後の市場の、うん、それでもね風評どころの話じゃなくないね。それでもね、うん、あの魚がね売れてくれればいいよ、うん、いいの。やっぱり一番の問題は、うん、お客さんがもう本当に来なくなった。あ、うん、それで豊洲、うん、に移ったということで、うん、もう立地が立地条件だよね。まず立地条件が悪い、うん、だから日刊食料新聞がねその移転してからのね、うん、豊洲の売れ行きを、うん、その首都圏のその近郊の例えば川崎とか千葉、足立、それから船橋、横浜、柏、この辺の市場と市場の、前年度比と、うん、豊洲の前年度比を比べてみると、うん、豊洲の一人負け、うん、つまり豊洲市場を、うん、あの移転したことによって、うん、築地市場のお客さんが豊洲に来ないで他の市場で買うようになって、それはその後少し戻っては来たけども、うんうんうん、ま、あのもう戻らないでそのまま、うんうんうん、安定する方向に今行ってる感じ。横浜とか足立とかは、うん、足立なんか一時ね、うん、もうあのなんていうの豊洲特需って言ってたらしいからねだからみんないろいろ豊洲どんぐらいの売り上げが違うかっていうと、例えば10月で、豊洲がこんぐらい上がりましたという時に、足立はこんぐらい行きます、うん、そういう感じ、うん、こんぐらいの売り上げの、まあ結局でもね、足立市場の役割はその築地の代わりやいくらにもならんわけよ、あの品揃えとかね、そういうことで。だからまた豊洲に戻ってきたっていうのもあるんだけども、うん、まあでも本当に人騒がせして、うん、さっきね、うん、あのちょうどさ、うん、小野さんの話が出たから、うん、その今都知事選だから、うん、そのみんなその都知事選出てる人、うん、この築地と豊洲のことに対してどういう、 こう見解っていうか持ってんのっていうのを、うん、もし中澤さんの方で教えてもらえたらすごい、皆さん見てる皆さんの話に変わるかな、うん、とね、うん、ここまで出たところだと、うんうん、小池さんは市場と都知事選、出馬会見の中でね、まあこう聞かれたんですね、あの当然ね、あの移転延期したことについてね、自分の評価はどう思いますかっていうことで、聞いたらね、なんだっけな、なんかすごいこと言ってたな、挑戦してよかった、そう何それ、どこだ、ここあ挑戦して、うん、挑戦してよかったっていうふうにね、うん、シャーシャーと答えてましたね、言ってたのは、それで、まあうん、あの移転は正しかったんだというふうに強弁してますけどね、うん、であと山本太郎さんはね、うん、あんまりあのよく分かってないんだと思う、あの本当にこの日本の文化を破壊してしまったんだなと思いますと言ってるけどね、中身はなんかあの築地の映画みたいな感じ、こうなんていうの、こうなんていうの、築地に対するなんか教習みたいなことが書いてある、うん、そうですね、そんなにあの、まあ、詳しくは寂しいね、うん、知らない感じでしたね、うん、で小野さんはそもそもだから移転なんかあのしなきゃ、あの延期なんかねしなきゃよかったんだという、とっとと移しとけばよかった、ね、そうそうそう、ことを言ってますね、うん、うん、で宇都宮さんはまあさすがに ね、あの本来なら、うん、あの中止をね検討するべきだったんじゃないのという、最後までね、うん、スタンスですね、ただこれはねどうすればいいのかっていうのは、うん、誰にももうわからないような、取り返しがつかないっていうのは本当にそういうことかなと思うけど、うん、もうちょっとねじっくりあの見ないとどうしていいのかっていうのはちょっとね、うん、まあ、昨日ね、おかみさん会と宇都宮さんと一緒にね、あのちょっと話をしたんだけども、はい、まだもしかしたらなんかこれ無謀な意見のような気もするけど、はい、築地が今開いてもう
るわけでしょ、うん、戻すのが一番もしかしたら安いっていうなんか本当にバカバカしい話だけども、うん、いやだってもともとなんか市場ってものすごい高いってイメージがもう豊洲でついちゃったけど、うん、あれ6000億ぐらいかけたわけだけど、うん、そのうち4000億ぐらいが確か土壌改良、そう、土壌、まあ、改良、まあ、護岸とかなんだとかに限らないけどね、そうそう、つまり地面から下にすごい金がかかってるんですよね、そう、例えば杭もね、うん、あそこはね岩盤がね深いんですよ、うん、40メートルぐらい掘らないと硬いのが出てこないわけ、うん、で築地だと7、8メートル掘ると硬いとこ来るんですよ、うん、だからねそういう杭も一本一本長いわけ、うん、だから地面の下にすげえ金がかかってるのね、そう、うん、もうその杭もね本当にちゃんと岩盤に刺さってんだかどうか刺さってねえっていう、なんか、ね、怪しい内部告発もあったりしたけどね、うん、あった、ありましたね、うん、いやだから水位が全く上がったまま下がっていかないのはもしかして地下から、あれはね、湧いちゃってんじゃん、大丈夫だよ、あれは下がるわけがないよあれは初めから無効なんですよ、ね、でも恐ろしいことに耐震の計算というのは、うんうん、地下水の話は皆さんもう忘れてるか、豊洲市場というのは汚染物質が下に残ったままなので地下水を伝って上がってくるかもしれないと、うん、でそれを防ぐために地下水の水位をAP 1.8 メートルに管理すると、うん、AP というのは AP って荒川水面っていうことかな、水面からなんか、ね、まあまあまあ水面の高さからっていうふうに、うん、考えていいと思うんだけど、 1.8 メートルのところにマイナス 1.8 メートルねに安定させるという、あ無理ですよ、ね、それでもしそれより上がってきそうになったらポンプで水を汲み出して、だけど土だからね、土の中の水だからそんなポンプでその汲み出せないわけですよ、そりゃもう無理だっつってんのに無理やりそれをやって、でやっぱり案の定下がらないわけ、水位が、でどうしたかっつったら真空ポンプ、そこだけの水が抜けるってやつ、強力なのをたくさん設置して無理、それ地下水位を測ってるすぐ隣にそれやれば、それそこだけは下がるから、それでもう無理やり下げてごまかすとかね、そんなバカなことをやってるんですよ、ね、うん、水位が高くなると何がやばいかというと、うん、土の中でなんですけど周りに漏れて市場から外に毒素が出てきちゃう、でこれやると市場は止まっちゃうわけですよ、立ち入り禁止区域になっていっちゃうっていう、うん、恐ろしい問題があって、でだからもう水位をとにかく下げて、うん、地面の中で毒素が外に出ないようにって、うん、もう必死の努力が今皆さんの税金で行われてます、そういうなんか余計なことのためにすごい金を、水が上がったのを下げろっていうのを皆さんの税金で毎日やってます、でも全然変わらないですよ原発と変わらないよ、いやだからもう同じ爆弾をずっと地下に抱えてやってる、いやだから それで言うと、だから土壌を作るのに4000億ぐらいかかってるから、実は強大な建物も2000億ぐらいなんですよね、たっかかってるお金は、うんうん、だからで築地は建て替えるのにかかるって言って、誰だったか一度試算したのは1500億っていう試算もあったから、うん、ちなみにオリンピックのために、うん、オリンピックのために毎年基金を貯めましょうってあったオリンピック基金ってのがあったんでしょう、うん、ですけど、うん、これ1000億ですから毎年、うん、新銀行東京1個1000億でしたけど、それを建てられるだけのオリンピックのために毎年1000億ずつ貯めたの、うん、築地、世界に誇る築地を復活させるのに1500って高いですか、いやそこまで今毎年150億の赤字出してるわけで、10年もそれ考えるとやばい、これはこんなバカな話はないとは思う、ただ今
豊洲でやって営業してるみんな皆さんはもうそんなこと考えるよ、まあ、もう、もう目先、そりゃそうだね、もう今日明日のことで夢中で、いやだからまずは今そういう議論はないです、うん、今もちろんね、うん、あのだから今とにかくもう移った先の豊洲でなんとかするって魚が本当に売れていかないと、うん、困るわけなんで、うん、そこはもう都議団から、うん、仲卸さんから皆さん一丸となって一生懸命ですよ、うん、本当に。ただしそんな中、市場にまつわる大変なことが起きてますよね、今ね、うん、起きてます。市場法の改悪から始まって、東京都の市場条例の改定というのが行われて、うん、今日のメインテーマがそれ、で入ってきますね、この6月から施行がされると、うん、昨日、今日何日だ、21日から日曜日からなんですよ、施行されたと、施行されたんです、うん、これを重大問題だと、市場のおっしゃっているところを、うん、まあ、私が聞くのもなんなんですが、いいよ、聞いて、ね、うん、私、環境建設専門なもんですから、市場の専門家にはね、尾崎綾子、阿部神宮子さんというね、ベテランがいらっしゃいます。本当にその人が来ればよかったんですが、いやいや、友達じゃないんですよ。あ、いや、これはだから原田さんと俺ってところが面白いんで。いや、すいません、教えてください。ゆるゆるでさ、教えてください。大体原田さんのね、ツイッター始めた頃ね、なんかいつも謝ってる人がいるなと思って。なんか余計なこと言っちゃう、なんかすいませんと言っても謝って持ち芸だから持ち芸って、この頃もなんか謝ったりしてますよ。いや最近ね、最近なんてが少なくなった。さすがにね、気をつけるよ、子供も生まれて、あ、そうだ、責任感、あ、待ってよ、生まれてもやってたな、早く、何なんですか、市場法でね、市場法がね、改正卸売市場法なんですよ、市場法ってね、うん、でね、これがすごい法律だったんですよ、はい、これは俺この移転反対の運動をする始めた時はそれを分からなかったです、はい、でその移転反対の運動をしながらいろいろこう考える、あれなんでこうなってんの、なんでこうなってんのって、よくよく考えたらこれ天才が作ったんじゃないかみたいな、法律だったんです、うん、はあ、うん、でね、そのトラップが、うん、で卸売市場法、そういういい法律だったのに、骨抜きにもうされてしまいました。どういい法律だったんですか、卸売市場法、うん、まあ、だんだんいきましょう、だん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 でね、今どういう状況になっていくかっていうと、2018年だから2年前、うん、2年前か、うん、法律はもう骨抜きにされました、でただ大きい改正だったんで すぐ施行はできないから、うん、2年間置いて、でその2年間の間に、全国の卸売市場条例、法律が変わったんで条例も変えざるを得ないよね、で、変えなさいということでこの2年間ずっと話し合って、で、東京都の中央卸売市場条例も、改悪されました。それが12月か、去年の、そうですね、去年12月だね、12月ですね、で、どういう中身かということなんだけども、うん、まずね、そのね、何がまずいかっていうと、そのね、変え方がまずい。変え方は？変え方がまずい。ポイント1、変え方。うん、これ、じゃじゃんとか出したかったね。変え方がまずい。あのね、卸売市場法ってね、法律も条例もそうなんだけども、うん、米騒動。米騒動。うん、米騒動から始まるんですよ。うん、で、米騒動の後、こういうことじゃまずいなということで、うんうんうん、卸売市場、まあ、当時は中央卸売市場法、1923年かな、4年かな、うん、なんかそのぐらいの頃です、うん、一部の人が買い占めをしたり、それから値段を勝手に釣り上げたり、 それに怒って米騒動がわーっと全国に広がって大、うん、運動になったわけだけど、うん、
そういうことがもう起きないようにということで、そうそうそう。で、内務省なんですよ、これ作ったのは、うん、この天才的な法律を作ったのは、うん、で内務省の役人がヨーロッパまで行って、うん、どういう制度にするかといろいろ考えてね、うん、で帰ってきて、作ったのが中央卸売市場法。あ、じゃあいい法、うん、で、うん、初めはやってみたらうまくいかなくて、うん、うまくいかなかったんだ。それで生産の方が、うん、買い叩かれちゃって持たないと、でどうしようかというので、うん、まあ、これは京都で始まるんですけども、うん、競りを制度として、はい、競りをしなきゃいけないと、うんうん、いう、制度化するんです、うん、競りを制度、うん、でそうしたらば、うん、全部うまくいったと、うんうんうん、であといろんなところを直しながら、うん、戦後は、もうちょっと民主的なね、うん、いろんなもう状況に合わせて、うん、卸売市場法というのが形で、やったと。これ頑張りましょう、うん、少し深掘りしましょう、ね、競りは、うん、常々中澤さんは、うん、競りはみんなが生きていくための、うん、素晴らしい発明品だと言ってきていますけど、うん、なぜなんですか。これね、うまくね、説明してくれたなと思ったのはね、うん、現代思想という、はい、現代思想、我々とはあんまりちょっとね、ちょっと違う系統なんだけども、うん、現代思想で、はい、中澤新一先生と、ね、中澤対談して、その時にね、中澤先生が、すごいですね、中澤新一さんと対談したの。そうなんだよ。すごいすごいよね。史上の哲学者。いやいやいや。で、そこでね、中澤新一先生から教わったんだけど、はい、つまりね、資本主義が一番うまく働くのは、うん、需要と供給のうまくそこで値段が決まるようなことになれば、はい、本当は資本主義ってうまくいくはずなんだけどね、うん、ところが現実世界ではこう ならないんだよ ね、 ならないんですよ、うん、その需要と供給以外に、うん、まあこれ神の見えざる手って言いますよね、うんうんうん、長期的にはここに収まるはずだって言うんだけど、現実にはそのいろんな資本のね、うん、欲がもうくらん、うん、欲に目がくらんだやつらがいろんなもう神の見えざる手じゃないいろんな手を突っ込んできて、価格は操作されて、うん、全然需要と供給の一点でにならないというのがその実際の歴史なんですよね、うん、じゃあどうしたらね神の見えざる手が働くのかっていうのが卸売市場法なんだと、うん、でね、すごいうん、競り制度はその中でももう特に一番重要なんですけども、京都がなんで競りを制度化しようって言ったんですか、うん、どういう良さがあるか、今卸売市場法の中で、1999年に競り制度というのはもうなくなっちゃってるんですけども、うん、今ね各市場ごとに、やってるんですけど、競り制度というのは品物の品質に値段をつけるやり方なんですよ。品質に、うんうん、品質に値段をつけると、うん、で、その品質を見極める名人を集めて、うん、それが仲卸、うん、目利き、うん、ね、で昔ね、築地で俺が初めて働いた頃のことを思い出すんだけど、今はもう全然違う様子になってますけど、30年ぐらい前はね、競り場っていうか卸売場にもう魚がびっしり並ぶのがものすごい量です、うん、よくテレビでやってるでしょ。そうそうそう、でそれにね全部番号を振るわけね、はい、うん、で、競りの時間になるとリーンってね、うん、ベルが鳴って、うん、で競りがスタートすると、うん、で、競り落とした伝票をね、うん、カプセルに入って、それをね昔の新聞社にあったような原稿をさ、空気圧で送る、あれがね築地市場にあったんですよ。ああ、それでバーンとこう送られてきて、うん、で誰が、どんだけ買ったってバーンとこうね、うん、分けると。ああ、でまたその競りが終わった頃にまたビーンベルが鳴って、うん、そうするとね今度はね相対取引、まあ自由取引ですよね、うん、その競りで売れ残ったものを、うん、自由取引するという、うん、そういうやり方だったのね、うん、で昔ほら
スーパーの魚って二級品だったじゃない。知ってるかな。もう今はそんなことないけど。昔っていつぐらい？だから1999年、9年までだと思う。整備制度が、なくなるまで。それはだから、相対取引っていうのは、売れ残った魚を、ね、もういくらでもいいから持ってってくれよっていうね、仙人がもうセールスして、で、仲卸がね、じゃあしょうがない、もう一山でいくらだって、こういう買い方。で、この買い方っていうのは、資本があるやつはいくらでも買い叩けるって、売れ残りだから。ね、だからスーパーが、資本力を発揮できるのは競りが終わった後だ。終わった後。で、競りの間は、つまりその品質のいいものを、もう割、ね、中でも欲しいという人がもう奪い合うと。で、こういうその、それが終わってから相対取引っていう、この順番が、スーパーの魚が良くないと。だけど、魚屋さんの魚はいいっていう、それは、そういう取引がそういう状況を、作ってたのね。で、競り制度っていうのが、制度としてなくなって、どうなるかというと、もうスーパーのとかね、資本力のある人が、もう、競りの前の時間、もう夜中の1時から買い叩き始めるわけ。で、そうすると、漁師、ね、生産者の思うような値段はつかなくなってくるよね。で、そういう、それを、制度として、やってたっていうのがすごいことだと思うんですよね。で、もうそれだけじゃなくて、例えばね、差別的取扱いの禁止、受託拒否禁止原則っていうのはね、何かというと、卸っていうのは魚をね、生産者から買うんじゃないんですよ。預かるだけなので、競りをやって売れた値段の、東京の場合は 5.5% が卸の取り分と。それはだから卸っていうのは大資本が入ってるよ。マルハとかね、ニスイとか大資本入ってるから、それが生産者と直接取引すると買い叩きになる、決まってる。もう奴隷みたいになっちゃう。それをさせないために卸を規制するわけ。お前預かるだけと。で、なるべく高く売る努力しろと。で、売れた分の 5.5% をお前らの取り分、そういうシステムになってるんです。それから受託拒否禁止原則か、今言ったのは。それは何かというと、卸会社に生産者が魚なら魚、野菜なら野菜持ってきますよね。それを、これっぽっち持ってこないでよって断れないの。断っちゃいけない。絶対に買わなきゃいけないですね。そう、それを売る努力をしなきゃいけない。持ってこられた品物。そういうことで、その小さい規模の生産者を守る。漁師だったちゃうね。そう、もうそれ以外にも、今回の条例で全部なくなっちゃいましたけど、すごいですよ。第三者販売禁止というのは、仲卸を通さないと売っちゃいけない、仲卸とあと売買参加者っていうのがあるんですけど、そういう資格を持った人にしか卸は売っちゃいけないと、誰でも売っていいってじゃないよっていうふうに規制したけど、これは今回もうなくなりました。それからその他にね、もう山のようにね、なくなったんだよな。商物一致原則ってね、品物をとにかく見えるところに置けと、それで見えるところで取引しろと、でも現実には今の世の中だと、インターネットで取引したり、品物は実際を見えないところで取引したりするのは多いよね。だけども、これはもう、法律で規制して、それはやるなと。品物だって今までその米騒動だってなんだって、卸が品物隠すからね、問題になってたわけじゃない。なんで隠すって、それ値段を釣り上げるために、魚がないふりして、で競い合えば値段釣り上がってきますよね。で、そういうことを卸はすぐやるから、そういうのをやらせないために、今回なくなっちゃったけど、即日上場、つまりその日持ってきた魚をその日に売れと、つまり隠さないように、卸が隠さないように、価格の操作をしないように、そういう規制もあったし、それから、卸が引き受けた品物がどんな品物をどんだけ引き受けたか、それ全部東京都に報告、
売れた時には誰に売ったのか全部東京都に報告、うん、そういう義務があったんですけど、そういうのが片っ端から今回なくなって、うん、なくなって何が起きるかっていうと、多分卸会社が価格を操作するために魚を隠すと思う俺は、うん、だってそれ隠さないんだったら今回の規制緩和やる意味ないんだもん、うん、隠したいんですよ奴ら、うん、これで価格の決定権を欲しがってるんですよ、うん、で価格の決定権を与えちゃいけないんだこれ、うん、卸売市場というのは誰が、うん、需要と供給で値段が決まるようにしてくれというところだから、うん、やってたのに、まあ、今までの競りだと、まあ、どれだけ水揚げされたかっていうのと、うん、あと季節とかそういうのが加味されて、仲卸が、そこにこれだけのこの魚需要があるからって言って値段とそれから品質とって言って決めて、もうそれに従うしか、大資本もなかったわけだ。ところが今はこの競りも何も全部取っ払われて、もう、まあ、物流だから単なる物流センターでね、ですごい怖いですよね。受託拒否になって、うん、あ、受託拒否禁止原則だけはね、うん、残った。あ、よかった。それはね、あれは俺らも言ったし、それから農協とかもね、うん、いやだってこれがもし言ったらおしまいですよね、うん、おしまい、本当は欲しいけど、うん、こいつら言うこと聞かすために、うん、買わないよって、うんうん、受託拒否禁止原則は残った。散々買って、うん、散々魚を取らせるようにしといて、ある日突然はい、うん、いりませんって言って、じゃあ買ってやるから言うこと来てよ、うん、っていうことができちゃうわけでしょ。できちゃう。ただそこに下走ってますよね。そう、下走ってる。受託拒否禁止原則は残った。それと、差別的取扱いの禁止は残ったんだけども、うん、ね、変なのがね、規制緩和になったんだよね。なんだっけな、あ、そうそうそう、卸売物品の再上場ってね、自分仕入れた魚を自分が買ってブルグ回したりするとさ、会計の不正なんだな、これね。なんていうんだっけ、循環取引、卸売物品の再上場、うん、もう一回取ったものをもう一回出すね、うん、とかね、自己売買とか、うん、そういうのが解禁され、まあね、解禁されたらどんな悪いことを企んでんだろう、あいつら。買ってみたところ、うん、市場少し、まあね、100キロ買ったとして、うん、1キロあたり、うん、これちょっと100円ぐらいの差が出てるぞと、うん、よし、もう一回出したいっつって。あと今回のその条例で怖いのは、うん、今までは、卸、中卸と分かるかな、卸っていうのは全国から荷物引っ張ってきて、中卸っていうのは競りで買う方ね。で、今まではそれは当たり前なんだけど、競りを成り立たすためには当たり前なんだけど、卸会社の役員は仲卸にはなれなかった。それはそうだよね。競り人が仲卸と裏でつながってちゃまずいじゃん、やばい、ね、価格形成が疑われるじゃん、はいはい、で今回それ解禁になったんですよ解禁だ、うん、だから卸と仲卸が、仲卸の例えば一部がね、卸と資本関係結んで優越的に買うとか。今、うん、正直築地から豊洲に来る間にものすごい経費の負担だとか、それから移っても魚が売れないっていう状況が何十パーセント減みたいな状況になってきちゃって、もううちの仲卸もダメかもしれないって言った時に、卸がじゃあお前の店潰すぐらいだったら俺がいくらかで買ってやるよと、うん、でそれを10件やって、うん、その10件の仲卸が、うん、大棚の卸の言うこと聞いて、うん、まあ釣り上げたり、うん、まずは下げてみたりとか、うん、そういうのをそうでね、怖いのはね、そういうのが予想される時に、なんだっけな、卸売代金の変更の禁止っていう条例が、これも規制緩和でなくなっちゃうの、うん、代金の、うん、だから一回決まった値段を後から変えちゃダメだよと、当たり前だよね、はいはい、それそうだよね、うんうんうん、公正取引疑われるからね、う
だけどこの条文を今回撤廃したのでやろうとしてんだと思うんだよ。つまりいくらで売ったっていうね、それはみんなの見えるところでいくらで売ったってことにして後から帳簿書き換えて、いや実はもっと安いんだとかね、うん、そういうことをやって何でもあり、何でもあり、うん、だから卸と中卸が、でももう早速ね、これはね6月16日だから何日前、1週間まだ経ってないか、はい、ね卸会社がこの条例改正に合わせていろんな動きをしてて、仲卸の番頭さんを、うん、引き抜いて、うん、で、新会社を設立して仲卸のお客そっくり持ってってそれで大揉めに揉めて、うん、今仲卸と、うん、卸がもう豊洲市場の中でも大揉め揉めて、うん、この21日から新条例施行になってるでしょ。で条例は施行になってるんだけども、まあ俺は反対の論陣上がったんだけど、東京都は、まあ、このあとね、6月の条例改正のその施行までには市場ごとのルール策定するんで、そこでちゃんとやるから大丈夫ですって言ったんだけど、昨日聞いたとこだとルールできなかったんだって。それで今無法状態で市場やってんの。だからこの卸のその仲卸のその何従業員引き抜いて新会社作ってその裏ね取引始めるとか、じゃあ卸の中卸支配が、そうで怒っちゃって仲卸の人たちが、で大体この卸も、ね、そもそも小売店スーパーデパートもちろんイオンだとかなんだとかとつながりが、うん、それはねそれは不当な取引なんじゃなくて売買参加者の権利をうん、もう持ってるんで、うん、スーパーなんかは、うん、だからそれはまああんまりね俺らはいいと思わないけども、うん、不当な取引ではないんだけど、まあでもそれが、うん、ここがつながっていて、その卸が仲卸も支配し始めたら、うん、そういうこと、もう完全にイオンがもうあイオンなんだスーパーとか、うん、なんだとかがもう市場支配し始めちゃう、し始める可能性はあります。勝手な価格釣り上げ、うん、品質の 悪いものでも、うん、いつもと同じ値段で売ってくる、それが狙いなんですよね。そういうことが でしかもさ、うん、卸は、うん、あれでしょ、外資の入り始めてるっていう噂も、あ、外資はもう随分前から入ってるんです。あら、うん、随分前から、うんとね、まだそんな怪しい動きはないんだけど、うん、この法律が改正の時にね、俺、はいはい、あれ参議院だっけ、どっちか呼ばれて、うん、参考人で、国会でね、演説したんですよ、俺、お、うん、で、その時にね、これをね、これは農水省のね、はい、資料なんですけど、はい、うん、スーパー業界の全体に、の市場規模における上位5社のシェアっていうね、スーパー業界がどのぐらいね、生鮮食品のシェアを、うん、獲得しているかという国別の図なん表なんですけれど、日本はね一番上ね、日本はねこれね随分河川が進んでるような感じがしてるけども、うん、実はね、うん、イオン、セブン&アイほか、うん、大手5社で 30% ぐらいなの。今もうちょっと上がってるかもしれない。だけどね、そんな程度なの。で、2番目に出てるのが、アメリカなんだけど、はい、45%。ちょっと動かしますよ。ちょっと動かします。こういう。うん。45% ぐらい、大手5社のシェアのね、はい。イギリスはもうちょっとひどくて、テスコを中心にして 65%。うん、フランスはもっとひどくて、ここはカルフールがあるから。を上位5社で 75% のシェア、日本はたった 30%、 これはね、なんでそうなのかっていうのは15年前ぐらいか、カルフールが日本に乗り込んできて、つまり、大店舗がね改正されて、大丈夫です、大店舗が改正されて、さあ日本の市場をねもう奪ってやるっていうんで、
ウォルマート、カルフール、テスコを乗り込んできたんですね、うん、だけど全部うまくいかないで、カルフールは撤退したのね、うん、撤退した時の理由は日本の生鮮食品のアイテムの多さに私たちはついていけませんと、うん、アイテムの多さだ、アイテムの多さについていけないっつって帰っていったの、うん、アイテムを作るのが卸売市場なんですよ、うん、単なるマグロだったのが、うん、毎日毎日仲卸が競りをやって根付けをして、うん、それを繰り返すうちに、うん、単なるマグロが大間のマグロっていうアイテムになるわけ、うん、あのものね、うん、卸売市場がなかったらただのマグロなんですよ、うん、だけども卸売市場で毎日ものすごい景色が違う、そう、うん、根付けをする間にだんだん、あ、これはいいもんだっていう風にして、うん、分かってきてアイテムが育ってくる、あ、なるほど、うん、すごいですよね、それが卸売市場だから、卸売市場が、うん、テスコ、ウォルマート、うん、カルフールを撃退したんですよ、素晴らしいね、それだから潰す、ね、卸売市場がいけない、あいつのさえ潰せばってことなんだよ、適正な値段で消費者にどんどん紹介して売っていくのが生理の役目で市場の役目なんだよね、うん、市場の役目なの、もう他の国が入れないぐらいの入れなかったの聖域になっていると、うん、それがだからもう壊されちゃったから、これはだから、うん、だからまあひょっとするとイオンとかセブン&アイがウォルマートとかカルフルにね食われちゃうのを見る楽しみはもしかしたらあるかもしれないけど、いや僕築地っていうところにこの時になってみて、むしろ初めて本質に触れたのかなと、うん、遊びに入ったことあっても、うん、ものすごい実はあんな吹きさらしのように見えて、うん、氷が溶けることも全くないまま真夏でも、うん、魚が右から左へパーッと流れてくんだよね、うん、卸から漁師から来て卸が持ってきたらさらっと、もう仲卸から茶屋に行って茶屋からもうその日の夕方ぐらいには、夕方もうちょっと前かな、いや、うん、にはもう高級料理店から町の料理店からにパンと並ぶと、ものすごい早い、ものすごい速さ、すごいシステムできてるんですよね、ものすごい速さ、だから結局あれね、僕一定のコストがかかってると思うの、うん、品質を取ったものをすぐに町に卸すってことにものすごい人が関わっていてコストがかかってると思う、でも消費者にとっては適正値段で降りてくると、コストがかかって人もいっぱい携わってくる、これ僕がお金持ちだったらこの品質のための無駄な人員体制とか、うん、スピード感とか、うん、いらないね、俺がめちゃくちゃ金持ちだったら、うん、この品質を悪くすればもっとコストを安く、うん、お金ある人はねっていうか水産大手資本って、はい、最後缶詰屋なんだよ缶詰屋さんなんですよ、やっぱり僕の見方正しかったから、そうなんだよ、そうなんだ、生鮮品なんてめんどくさいものを、そうなんだよ、扱いたくない、もう缶詰食っとけと、そうなんだ、缶食っとけっていうか、いや缶詰じゃないともたない、計算が成り立たないんだよ、成り立たない、うん、資本としてね成り立たないんですよ、うん、資本主義の中で、うん、そう、いやだから豊洲に来てコールドチェーンだとかなんだとか言うけど、缶詰屋をやるにはいいことですよコールドチェーン、いや本当にそうなんだよ、あれ、うん、生鮮のそのピッカピカのね鮮魚を食べる発想じゃないですよ、コールドチェーンとかっていうのは、うん、もともとね、そう、ピッカピカのものを食うんだったらなるべく早くくれっていう話、だからそれは吹きさらしだろうがなんだろうが関係ないもん、早ければいいっていうのが、うん、一番むしろ壁とか何だとか作ったりするけど、そうで築地がすっげえ良かったんですよね、うん、そう、その点でいろいろ温度を管理したいとかっていうのは、それは缶詰とか冷凍食品、冷凍食品とかそういう発想ね、うん、うん、そういうことだよね、あのね、原田さん、中田さん、1時間ちょっと過ぎたので、うん、せっかくお越しいただいてる人が数人いらっしゃるので、うん、なんか数人なんか数人いらっしゃるので、なんかこう聞いてみたいなと思って、こう2、300人ぐらい聞いててね、感想とか5万10人ぐらい、こういうこと聞きたいなみたいな
やかましいどうですか皆さん、なんか数人の方質問のある方とかね、はい、もしあれば、いや、あれほどね、築地市場ね、中心に意見反対でさ、盛り上がってるじゃない、はい、うん、なんでそれがこんな風にね、今、築地市場って今、さら地になってるんですか、さら地です、さら地になっちゃうんですよね、そんなことを許しちゃってる、やっぱり築地市場っていうのは日本のブランドでしょ、宝です、それをさ、政治家がああいうことでね、潰したっていうのはさ、本当に日本の文化を潰してるっていうことで、まあ今の質問は、あれだけ反対する人がいたのに、なんでこんなになっちゃうのかと、あんな日本の宝を潰してしまうんだと、一言で言うとね、市場の関係者の中に赤裸の読者がちょっと少なすぎたな。そこで本当にね。みんな反対はしてたんだけど戦い方がな。だから中田さん、はい、この無茶なくねことだけど、築地もう一回たあそこへ立て直した方がいいんじゃないかっていう。先ほどそういうようなことをおっしゃいましたよ、うん、いや、たてあそこにたさら地になってるんだからあそこもう一回ね、カラーさん言ったけど建てるのに1400万億ぐらいそんなもんだから同じなのそういう発想でさね、うん、まあただ優勝所考えっつってね中央卸売市場の土地じゃないんですよ今もううん廃止的に途上例変わったかなんかで確か途上例かなんか変わって廃止の確か都議会で議決してるんですよ確かあもちろんもちろんもちろん、うん、結局今管轄か市場局からあそこは多分どちらか公安局かなんかに管轄が動いてる、ね公安局だっけ管轄が動いてるんですかどうだっけ要は東京都の市場ではなくて、うん、東京都の、うん、という使い方は変わらないんですよねまだまだ変わらない、で、いや、結局一番最初はあれですよね、まあ、表に見えていたのは築地を動かして銀座の一等地ですから、うんうんね、隣に銀座がある、うん、だからあそこにを最後の巨大開発の種地として目論んだ人たちがいて、まあ、その金に目のくらんだ連中が、あいつらでも五輪が中心になってみんなドボンだろって言ってました生身やからいやだからもうその人たちが結局最初は築地をなくせとあんなところから追い出しゃいいんだってやったんだけどこれはもうね仲卸だけじゃなくて住民たちも反対したしいざ移設するぞっていう時にあれでしたよねシャネルのフランスの社長が何の会議だっけな市場について の検討会みたいなのがあってそれの中にシャネル の社長が東京市社長になるのかな、うん、入っててその人がすっごい実は市場が築地が大好きで、うん、築地は絶対に守んなきゃいけないって言ったんですよね、うんで昔フランスにも、うん、もう中心のすぐそばに市場があったんだって、うん、でそれでパリは栄えてたし、うん、逆におしゃれな街だったのが、うん、市場がランチですねなくなって、うん、本当にパリは面白くなくなってしまったと、うん、東京は銀座の隣に中心地東京の中心地に市場がドーンと構えてるっていうのがこれが東京のワイルド感を作ってんだって言ってね猛烈反対したんだけどだから外国の観光客は必ず築地市場、うん、そうなんですよね、もったいない、まあ銀座のね隣になぜあるかってね、市場ってね必ずしも東京だけのもんじゃないんですよ、で俺いつも言ってたのはねつまり地方から地方の人たちが生産、うん、東京って東京ので住んでる人の食べ物を自分で自給できないじゃない、うん、できない、ね、うん、
と誰かに作ってもらうことがないわけだ、うんね、でそれを地方の人たちが作ったものをこう受け入れるために銀座の隣に23ヘクタール用意して待ってるっていう、これが素晴らしいことなんですよ、うん、でそれがね、豊洲みたいに、いや、そんなもん豊洲でね、豊洲自体は僻地じゃないけど、豊洲市場の用地はあれは僻地だ、あもうどうやって行けばいいんだみたいな場所でね、そういうところに押し込んだっていうのがね、地方と東京のね関係がそっちへ向かってるってことなんですよ、うん、このね上から目線だね、あのうん、そうあのことになっていくっていうそういう方向性なんですよ。ああそっかそっか、うん、だからそれはね、生産者がまず市場に持ってくるときに、うん、ものすごく都心の中心地に来やすい、アクセスしやすいところに、うん、でしかもそのそういうね人が集まる場所でさあ、 あの値段をつけてくださいって、もうみんな奪い合いになるわけじゃん、うん、奪い合いにならないと高い値段にならないわけだ、うん、で平地でやったらみんな安くなりますよ、それは、うんうん、だからその地方のために、うん、ああいう場所に用意してるっていうふうに考えるべきなんだよね。でそれはやっぱり正しいことで、だって作る人がいなかったらみんなね、生産者、うん、だから競りとか市場の取引ってのは生産者の目が、生産者も生かしてくれる、うん、生産者をすごい大事にする、大事にするんだね、うん、なるほどね。で食べ物って生鮮品っていうのは売る方がね弱いんですよ。あだって今買わなかったら腐ると思うと、そうなの、買い叩かれたらどうしようかっていう、泣く泣く売るしかなくなるわけだから、うん、売る側が弱いんですよ、うん、でそれをもうそうはさせないと、うん、売る側を守るんだっていうね、そういう考え方だったのが卸売市場法、東京都中央卸売市場条例だったんだけども、うん、それがもうみんなめちゃめちゃになって、もう農協が壊されちゃうぐらいだから、競りはできないんだ、競りはやってはいますけども、一部の商品で条例が新しく改定されたから、競りが今までやってたけど、そういう競りはセリは、今の質問は、今の質問は、セリはじゃあなくなっちゃったんですか、うん、セリに関しては各市場ごとで業界で話し合って、この品目はセリとかって決めて、それはセルという、昔はだからそのとにかくセリが基本だから全部セレということだったんだけども、それは法律が変わって、今は特定の品目に関しては競りを行うというふうになってて、それは今度の条例改正でも、競りはそういった話し合いで決めて競りをやってくださいと。誰？ん？誰？業界で話し合うんです、うん、でね、本当はそこに消費者とかね、それから労働者なんかも入れたらいいんだけど、それは俺らの届かないところで密かに話し合われてます。なるほど、ああそうなんだ、仲卸入れてないんだ、うん、どこにするか、あ仲卸は入ってるよ、うん、労働者が入れない、あ労働者、ああ、はいはい、俺美濃部さんだったから、うんうん、奇跡的に俺が例えばこの条例改正の、うん、取引業務運営協議会という大きな、うん、立派な会議に俺が参加できるのは、うん、美濃部さんのおかげ、なるほど、うん、革新都政だった時に労働者の意見に言う場を作ってくれたの、うん、すごいね、うん、いやだからそう考えると、うん、小池都知事と ね、小池都知事が今、うん、東京の食をどうしようとしているのかっていう、そうね、そうね、ものすげえ大事な選挙じゃないですか、大事な選挙です、大事な選挙です、宇都宮さんは、うん、まあこういうの全部知ってるわけだもんね、全部知ってる、取り替えにもよく知らないのに、だからさ、いや、見たんなすごいよね、宇都宮さんって、この間さ、ちょっと昔からのいろんな写真をさ、ざ、うん、ーっと見てみたらさ、うん、もう最多出場がどう考えても宇都宮さんだもう、まあ、キラちゃんだろうがね、うん、笠井さんだろうが全然かなわない、全然かなわない、いや、結局僕が都議会に行って、うん、本会議だと思って、まあ、傍聴者も見渡してみるわけですよ、うん、ああ、都議会議員になったんだなってこと、
って見てみたら、うん、宇都宮さんが座ってるんですよ、ね。もう毎回座ってる宇都宮さんが。毎回原田さんの話を聞いてる、ね、うん、しっかりやろうって見られてるような、うんうん、いやだから、うん、ああいう都知事候補って始まったよね。初めて。そうね、本当ね。いやもうそれだけ見ても、うん、あの気力も体力も十分あるっていうのはもう、うん、あのフットワークの良さで一目瞭然なわけなんだけど、結構ね防虫行くの大変なんですよね、うん、だって自分だってさ、ね、なんかあの自分都合で決められないわけじゃん、うん、すごいなと思う。いやだからこういうもう食とは何なのか、うん、生産者を守るためにはとか、うん、そういうところまでもう宇都宮さんは分かってんの、都政の、うんうん、そこまで入ってってるわけね、うんうん、もうやってもらうしかないじゃない、うん、本当に、ね、やってもらうしかないですね。いや今日中澤さんの話を聞いて思ったよね。あのもう時間なんですか。9時まで9時までです、うん、あと5分に。あーそんなにもう時間だったんですか。せっかくの方が、ね、何人かの方が、ね、あの今日ね、あのあちょっと待ってください、あのね映しちゃまずいの、今日映しちゃまずいんですけど、うん、あの情報公開職人の和田さんも、うん、乱暴者の和田さんもいらっしゃったんですね。なんかあのいろいろ一言、一言、いや一言っていうか、ではどうぞ。そうですね、今日何の情報を持ってきたんですか。今日は特には持ってきてないんですが、あでもあの死亡診築地の死亡診断書じゃないですが、あの移転の時の資料を持ってき1枚持ってきました。農水省に出したやつ、小池百合子さん出したやつ、うん、あれは1枚も今ここに どういう資料、あのつまり移転の認可の申請書、認可の申請書ですね、うん、だからな、まあ、死亡診断書というよりは殺人診証明書、あ過激だな私が殺しましたっていう証明書が1枚あります。まあね、そういう申請を農水省に出すわけだって。そうなんだよ、これだ。石原都知事が始めた話じゃないんだよ。最終的に小池都知事が止めることができたのに、そうだよね、あの人がやったんだよ。そうなの、豊洲の移転は、うん、すごい貴重なものをお持ちいただいて。いやだってね、あのだって私忘れもしません、自分の都議会議員選挙に出る前に突然言い出したのが、豊洲には一旦移転するんですって言ったの。豊洲一旦、はいはいはい、一旦移転って言って、うん、でその後は築地に戻るんですって言ってたんだもんね。でなんか専門家会議みたいなの座長も、うん、あの少し経ったら戻りますからみたいなこと言って、でおかみさん会の人たちも、まあ、中卸の人たちは怪しい顔して見てていや、まあ、おかみさん会はあれは騙そうとしてるってもうそれはまあね、小池百合子っていう本を読んだけど、うん、読んだんですか。あれひどいね。まあね、本当にさ、中卸のあのね、嘘つくんだね。嘘つき、和田さんあれだよね、あれも持ってます、開始請求かけて、あの何の検討もしてなかったっていうのは、5年後に戻れるっていうことについて、発言について、あの検討資料を出してくれっていう開始請求をかけたら、不存在です、不存在ださすが職人だから、5年後に、多分マイク入ってないかもしれない、あの5年後に築地に戻るってあの土地言ってたんだよね、うんうん、いろんな人にも言わせてた、でじゃあその文書を、その根拠になる文書を、うん、情報公開請求したと、うんうんうん、和田さんが、うんうん、そしたら、不存在って出てきた、うん、バカにしてるよね、あんだけだって公約にしたんだよ、バカにしてる、うん、そんなことってよくあるんですか。都議選の公約にしておいて、なんか小池さんはそういうの多い、多いですね、うん、ね、そうしてませんでしたっていうのは、ね、だから口から出まかせ言って、じゃあ言ったから検討ぐらいはするのかと思ったら検討もしないでそのままという、平気で、平気なんです、平気なんです、あの人安倍と同類、あー似てるかもしれないね、うん、とりあえず適当なこと言って、うんうんうん、そのうち都民国民は忘れるだろうとか言って、そういういい加減さっていうのはね、多分石原さんから始まってるんですよ、あうん、あれじゃ何でも通る、うん、石原さん の築地の移転についても、うん、もうねデタラメばっかり、石原さんが何か言うとそれにもう役人が振り回されまくって、うん、
だってあの土壌汚染のね対策工事だって日本で最先端のあの技術を使ってやるとか言ってどこが最先端だってちょっと答えられないんだよ。そんなもんどこでもやってるやつを最先端だって言ってたよね。そう、そうするとあの役人もあ最先端って言わなきゃいけねえってなるんだけど、実際はあのどこでもやってるごく普通の土壌汚染対策工事をやっただけなの。だからもうパフォーマンスだけの知事はもうやめようってことですね。みんな振り回す。パフォーマンスだけの知事はやめようってのは今一つの合言葉になってますよね。はい、いやおかみさんか僕が都議になって、うん、ある一通の手紙が各会派にボトボトあの届けられたわけですよ。はいはい、おかみさん会からの手紙で、ほうほうほう、最初の一文が私たちは東京都知事小池百合子さんに騙されたと思ってますから始まる文章が呪いの手紙っていやそりゃそうだよなって5年後には戻るって言ってたんだ。でそうしたら小池都知事がまた違う場面だけれどもあのおかみさん会の人たちがこうやって言ってるけどあのどう思ってるんですかあなたの公約破りについてって記者から言われたらあの小池さんはもうご主人様たちはもう移転の準備を始めてるみたいですよとか言ってやらしいよね。もう最低なんですと思っても平気なんだよあの人。もうねいやだからおかみさん会に対してご主人様たちはまあおかみさん会もねもう結構あのつわもんだからねだってもともと公言してる自民私たち自民党応援してきたんだよね。あ、そうそう、それを裏切るのかっつってねもう、うん、めちゃくちゃ怒っててね。だけどあのおかみさん会は、うん、あの小池百合子というか都民ファーストとかは応援したことないんですよ。ああ、うん、もうね、うん、あのそれはそうだ、ね、それはねおかみさん会の名誉のために言うとまあそれはそうだ、ね、あの都議会議員選挙の時も、うん、おかみさん会が応援したのは森山隆さんです。応援してたね森山隆さんで、あの、都民ファーストはあの反対をちゃんと言わないから応援しないっつってあ、うん、最後まで皆さん、縁も竹縄なんですけど、9時過ぎてしまいまして、そろそろ、はい、はい、そろそろ、また続きやりますか。まあ、本当はね、築地の話もね、したかったんですよ。宇都宮さんが勝ってから、じゃあやろうか、今度宇都宮さんを呼んで、まあね、ここに、ね、じゃあ、一言ずつぐらいね、あの言って終わりましょうよ、うん、あのね、今から2年前の12月に、一言ですよ、あの日本イコモスっていうところが築地を推薦をしました。何に推薦したかって世界遺産ですよ。遅かれ早かれ日本イコモスが推薦を出したら遅かれ早かれ世界遺産になるんですよ。もういろんなと日本中のいろんな地域がうちは世界遺産にしてくれって言ってるのに何もしなくても築地はなるはずだった。で今私観光審議会に去年までいたんですけどあの観光審議会では新たな観光資源をどう作るかって言ってるわけ。バカだよね。バカだよね、うん、だからもうオリンピックを前にこれから観光資源を作りましょうって言ってる時に世界遺産候補地を潰す。でそこはあの今日明らかになったと思いますけど中澤さんが言ったようにすべての人たちが生きていくための場所、それが市場なんだ、築地なんだって言って、だから築地っていうのはね、船虫はいてもね、本当にネズミもゴキブリもいないっていう。いや、ネズミはいたんだよ。いや、あれはあの駆除をすることをしてたんだよね、実はね。あの東京とかね、面白い。あの駆除をしなくなるの。しなくなるんだよ、ね、あれはね、いじめ。何年ぐらい、うん、ね、もうすごい年月。ひどいね。回収ひどい、ひどい。いや、だから、うん、野沢市じゃなくて、オープンスペースだから、いろんな害虫も来るっちゃ来るわけですよ。でもそれを、実はネズミが来てたのをちゃんと東京都は駆除してた、定期的に、うん、ところが、豊洲の移転が始まってからもう何年かにわたってネズミの駆除をやめるんですよ。そう、うん、であと年に何回か、うん、仲卸とかいろんなスペースを入れ替えるんですよね、うん、そのために
掘ったて小屋みたいにやるとは言わないけども、ちょっとかなりしっかりした建物を何年かに一遍あれはね、あの業界がやってたの。業界が、うん、東京都ではなくてね、うん、であれも結局でも豊洲のためにできなくなって、うん、そうそうそう、だそれが実は老朽化と不衛生の、あの、うん、だから全部豊洲のせいなんだね。そう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 、豊洲の移転がなければ、だから移転あ、まだこれはね、俺言いたかったんだ本当に。あの反対の声を、あの反対してるやつらに対するいじめなの、あれいじめなんだよね。それでそれはだから賛成してる人も、うん、同じ目に遭うわけだから、うん、俺移転賛成してる当時の伊藤純一理事長に、はい、長澤さんの方からもあのネズミの駆除するように言ってくれよってね、頼まれたもん。ひどい話だよね。ちゅうわけで、はい、私は、はい、まだ言いたいことの3分の1ぐらいですけどこれぐらいで終わりまして、じゃあ、どうぞ。はい、というわけでね、この築地の問題一つ見ても宇都宮さんのね、持ってる情報量はもう舐め忘れてますよ。初めて宇都宮さんと会ったのがね、2012年の1回目の立候補の時に移転反対をね言ってくださいということでお願いしたんですね。それが初めてなんですけど、それ2年後の2014年の時に宇都宮さんと会ったら、何にもこっちは頼まないのに分厚いファイルになって、つまりその12年で落選した後にこの築地の移転の問題について報じたものを全部ファイルして、もうかなりの厚さになってたの。あ、この人は立派な人だと思って、こういう土地がいいね、こういう人がいいですよ。一回ね、立候補してその時公約言って、あ、負けちゃったからそれで終わりじゃなくて、負けてもその公約の中身は残ってたんですよ、宇都宮さんの中で、うん、やっぱそういう人を選びましょうよ、yeah. はい、はい、長いことお疲れ様でした。7月5日の投票で宇都宮健児都知事を必ず誕生させて、そしてその暁にはここにですね、もう一つお席を用意して、あ、じゃあいいね、宇都宮さんをよくして、4人でトークバトルをまた繰り広げたいと思います、うん、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。ここで勉強するな。和田さん、何でいらっしゃるんですか。電車、どこで乗ります。あ、